今年も頼れる最優秀バッテリーお二人です。柳投手そして木下選手です。おめでとうございます。まず連続完投の柳投手から伺いましょうか。今135球投げ終えてどんなお気持ちでしょうか。いや、あの1本打てたんで良かったです。そっちの方ですか。何かそこも含めてですね、登板間隔の間今夜でしたけど、何か危機迫る気迫みたいなものを感じたんですが、どんな思いで今日は試合に臨んだんでしょうか。いや、まあ、あのチームがね、本当に連勝できてますし、自分で負けるわけにはいかないという気持ちはずっと持ってたので、まあ、こういう結果になって嬉しく思います。先ほどバッティングの話も出てましたけど、1本出てで最後のバッターボックス8回、どんな思いで拍手を聞いていたんでしょう。そして最後の9回、どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。いや、あの完封しかないと思ってマウンド上がったんですけど、まあ、1点取られたので、まあ、そこを自分のまた課題として、次また9回ゼロで抑えれるように頑張りたいと思います。ただ柳さん独特のあの緩急をフォームを含めたものも使って非常に翻弄していたと思うんですが、シングルヒットだけでしたし、なんといってもプロ初めて無四球完投です。いや、はい、木下さんが、いいリードをしてくれて、はい、そのおかげだと思います。4月早くもポンポンときましたから、いい入りができたんじゃないでしょうか。いや、東京ドームでやられてから、本当に毎日、はい、まあ、はい、あの初回をずっと忘れずに、プレーしてます。また後ほど一言伺おうと思います。はい、そして木下拓哉選手です。貴重なタイムリーツーベースでした。まずバッティングの方から伺いましょう。いかがでしたか。いや、阿部さんばっかりが最近打点上げて、僕も、はい、辛い思いをしてたので、はい、阿部さんがスタンドに入れずにツーベースで止めてくれたんで、絶対返そうと思って打席に入りました。ただ非常にチームの流れがいいんで、木下選手自身もチームの雰囲気どんな風に感じてるんでしょう。そうですね、はい、チームは、すごい、練習も続いてますしいい雰囲気なんですけど、はい、自分自身が、あまり、チームに貢献できてなかったんで、はい、また、こうやってこういうところに立てるように、はい、頑張ります。そして改めて2試合連続完投、柳投手のピッチングは今日はいかがでしたか。まあ、ピッチングもそうですけど、前回も1対0だったんで、まあ、点取ってくれよって多分ずっとそういう態度で1週間やってたんで。やってないです、はい、なんとか、序盤に、点が取れて、はい、柳のペースで投げれたかなと思います。さて一つビジターを挟んで来週もまた地元で戦うということになりますが、このままファンは勢いに乗ってほしいなという思いもあるんですが、木下さんいかがでしょう。そうですね、次のカープもまだまだドラゴンズより上にいるチームなので、はい、なんとか2つとも勝ってまた名古屋に戻っていきたいと思います。そして最後に柳投手、そういう意味では来週はおそらくは雪辱を期するジャイアンツ戦ということにもなってこようかなという気もしますが、そのあたり思いはいかがでしょうか。終わったばかりではありますが、はい、次やり返せるように、頑張ります。また今日は完封できなかったですけど、また完封頑張るので見に来てください。ありがとうございました。力強い一言をもらいました柳投手、木下選手でした。放送席どうぞ。